ダイナマイトボートレース。指導さん、俺を弟子にしてください。6万年早いよ。いや、俺を弟子にしてください。俺を弟子にしてください。6万年早いって言ってんだよ。指導さん、指導さん、弟子にしてください。指導さん、弟子にしてください。6万年早いって言ってんだ。いや、弟子にしてください。6万年、指導さん、6万年早い。指導さん、弟子にしてください。うん、指導さん、弟子にしてください。6万年早いって言ってるだろ。ダメです、弟子にしてください。寝ろ。6万年早いって言ってんだよ。指導さん、弟子にしてください。指導さん、弟子にしてください。指導さん、弟子にしてください。6万年早い。指導さん、絶対に今度こそ指導さんの弟子にしてもらいますから。お前、そもそも何のためにボートやってんだよ。母さんの夢を叶えるために強くなって稼ぎたいんです。母さんのため？だからお前は甘いんだよ。え、どういう意味ですか？お前がボートレースやってんだろ。お前自身の夢はどうなんだよ。俺には弟子はいらねえ。弟子をつけたって俺は過去に一度失敗してる。ボートレーサーは結局自分との戦いだ。自分がどうするかが大事なんだ。最近神尾のやつ見ねえな。ああ、あいつ今実家帰ってるみたいですよ。実家？ああ、甘ったれてんな。そんなんだから強くなれねえんだよ。次です。ああ、レーサーは結局自分との戦いなんだ。指導さん、話があります。指導さん。それなかなか味のある車乗ってんな。あ、実家の車です。今実家から通ってて。そんなことより弟子に。母親の夢を叶えるためにボートで稼ぎたいって言うけどよ、お母さんのためにじゃねえよ。お金のためにじゃねえよ。本当にボートが好きだったら自分のためにやれよ。俺の夢なんです。父が死んで母が一人で俺のこと育ててくれて、自分のやりたいこともできずにずっと俺のことを応援してくれてて、そんな母が今夢に向かって進んでるんです。母さんのためでもあるけど俺の夢でもあるんです。ボートで夢を叶えたいんです。指導さん、
6000年早いよ。だから絶対に SG だって勝ってみせます。600年早い。そのために指導さんを絶対に追い抜いてみせます。60年早い。だから絶対に指導さんの弟子になってみせます。6年早い。もう一声。あー、うるせえうるせえうるせえ。何よ久しぶりに。今日は何しに来たの？顔見に来ただけだよ。具合どう？私を気遣うなんて6億年早えよ。母さん、これ。そんな大層な手術じゃないよ。ずっとボートレースのことばっかりで連絡もよこさない、このボートバカ。弟子の一人や二人できたの。できるかもしんね。うるせえ。アイアムボートレーサー。こっちから行ってみる。こっちからで、どこ。そうなっそれをちょっとグイって開けながら。俺を弟子にしてください。6万年。なんで俺を弟子にしてください。やめろっつってんだよ。はい、カット。やめろっつって。何されてんの。何されてんの。俺を弟子にしてください。6万年。はい、弟子にしてください。6万年早いって。弟子にしてください。何だよ。弟子にしてくださいよ。どういうニュアンス。はい、カット。6万年早い。はい、カット。よかったね。今のバランスで、顔寄りいきましょう。はい、よかった。 OK です。はい、連絡しましょう。本日もよろしくお願いします。どうも。いや、
じゃあまずランニング。マウンテンバイク。マウンテンバイク。じゃあ、高田コゼルの資料を書いてほしい。続いて、はい、にしても今日は暑いよね。暑いですね、やばいですね。真夏で鎧ね、甲冑つけることはそれも相当暑いけど、匹敵するぐらい暑いよ。真夏の着物も暑いですよ。着物は物によりますよね。あ、そうそう、涼しいものもあるし、夏用のそういうものはもう全然逆に洋服より涼しいです。あ、風通す。甲冑は鎧全部つけたらもう大変風通さないし、鬼のように暑いですよ。それにカツラつけてね。真夏の京都。さっきよりちょっとやっぱ涼しかった。撮影内容は、まあ、あのボードレースのスピンオフで、まあ、この私が強くなれる理由っていうのが、まあ、タイトルとしてあって、で、まあ、神尾とあと、まあ、指導さんの、あのスピンオフを撮ってるって感じですね。内容で言うと僕はあの、まあ、その指導さんにひたすら弟子入りを懇願するっていう感じになってます。意外な一面。いやでもなんか僕やっぱそのまあイメージとしてちょっとこうこわもてなのでこわもてのイメージがあって、意外となんか厳しいのかなっていうふうに思ってたんですけど、そんなことなくて優しく何かすごく僕も現場にこう溶け込みやすくしてくださったかなっていう印象があります。なんか一番かけてもらって嬉しかった言葉とかありますか？かけてもらって嬉しかった言葉ですか？はい、指導さんに。いや、かけてもらって嬉しかった言葉は特にないです。先ほどの神尾さんが指導さんの印象を聞きしたんですけど、うん、結構厳しいとこもあるよって今おっしゃったんですけど、逆にないよ。ないよ。なんで俺厳しいとこもないじゃんね。ないだろ、厳しいとこ。だから厳しいイメージだったけど、厳しいイメージだったけど優しかったっていう。え、優しかったですよ。無理やり言わしてるみたいな。逆にそう、指導さんから見て神尾さんの印象って変わった、今回で変わったとかありますか？喋んないからね、喋んないからわかんないけど、うん、わかんないけど、なんか逆にいいとこ見つけましたみたいなポイントってありますか？あの野心がないところがいいんじゃないですか？いやいや本当にそういうガツガツしてないところがいいんだなと思って、自分とはまたほら何でも自分の価値観に当てはめることは決していいことではないから、そういう若い世代の男の子とか見ていて、ああそういうところがね、いいところなんだなって本当に思いますよ。自分にはない
今の世代の若い方たちっていうのはなんか、ああそうか、勉強になりますよね。亀井さん、一言どうですか。いや、なんか娘をこう、なんかその受け入れてくださるところが、器が大きいなと思います。ありがとうございます。どこ見てるんですか。いやいや考えてるんですよ。